こんにちは、こんばんは、ペーパーです。今回ですけど、楽天全米株式インデックスファンド、積立 NISA ーー売ってみた結果のですね、ご報告ということで、えー、取っていきたいと思います。ま,あ、まだね、前編の、えー、積立 NISA ーー売ってみたっていうのをね、見てない方、そちらからご覧になった方がいいかもしれないんですけど、まあ、別にこれだけ見てもいいかと思います。まあ、結局、なんだ今の結局なんですけど、こんな感じでメールが来て、100万円。 100万円ねタイトルになると100万円売却したんですけど、まあ、次のページですねこちらなんかね出金可能額999900 99, 円となってました100円どっか行っちゃったんですよね100円 <laughs> で上の現物買い付け可能額っていうのはあの僕の楽天銀行にある口座の残高と合わせた形かなっていうふうになってるんですけど まあそで出金可能額っていうのがまあ楽天証券口座の方にあるんでそれをまあ証券口座っていうかねその楽天銀行の方に移そうということで出金可能額999,900円っていうふうになってますけど100円どこいったんだろうっていう形なんですけどまあ気にせずね100円はもう目をつぶるとはいで次のページですこちらまあ通常出金と楽々出金これ楽天の場合なんですけどまあ通常出金しますあ楽々出金ん まあどっやったんですよね。僕やりました。どっちか忘れましたけどやりました。通常出勤しました。で、12月15日、えー、本日ですね、今日無事に、えー、振り込まれてましたんで、まあ、その後、僕ですよね、パパッといって、こんな感じで指定して、パスワード入れて、で、まあ、手続き中で、まあ、12月13日に手続きしたんですけど、まあ、これがね、えー、無事に振り込まれてましたね。えー、12月15日。 でちょっとまたいろいろね、なんかこう出金とか入金とかいろいろ、なんか米国株式をねちょいちょいあの勉強のために買ってたり、で積み立 NISA の三万三3三3三円が入金されてたり、っていうのいろいろ細かい履歴はあるんですけど、まあ一番上が一番でかいですよね。九十九万九千九百円。はい売却しまして、でですね、こちら、楽天証券。はい無事に引き出しましたと。 でも結局なんですけど、えー、100万円、合計100万円ですね。僕のメイン講座ではないので、メイン講座というかね、サブ、えっ、ー、と、まあ、講座の説明はまた別の動画でしてると思うんで、そっち見てもらったらいいと思うんですけど、僕、スミシンの講座をブリッジ講座として、まあいろんな形でね、手数料とか、手数料っていうから、そういう入金の、 振り込み手数料無料だったり、そういう恩恵を受け入れてる講座があるんで、まあそちらの方に100万円結局移しましたと。とはい。ということで、まあこのね100万円あったんですけど、楽天銀行の方に、でも結局ね、あのこうなって、で結局、住信の方に100万円振り込まれましたということで、 ご報告になります。まあ、この100万円はね、とりあえずどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、一旦ね、生活防衛資金だとか、まあ、結婚資金とか、まあ、そっち系に取っておこうかなと。もうこれは手をつけない、一応前提です。まあ、もしね、手つけちゃったら、また、あの、叱ってほしいんで、あの、動画にすると思うんですけど。はい。ということで、以上にご報告です。100万円、無事に受け取れましたので、ご報告ということになります。はい。それではね、よかったら一緒に、 ねえ資産作っていきたいとかあ節約したいとかそういうねえ僕も取り組みいっぱいしてるのでよかったらね一緒に皆さんとしていけたらなと思うのでチャンネル登録グッドボタンコメントいただけたら幸いです。それではまたお会いしましょう。バイバイ